33番下、あかりゆうと、チームを使った、決まった。まずファーストスコアは、77番、あかりゆうと、キックスタート、はい。ちょっとその辺が今、両チームともね、どっちかっていうことですね。ゴールキーパーの逆をつきました、あかりゆうです。その、ちょっとテクニックを、あんまり考えない方がいいのかなって。さあ、あかりゆうの、アガリエの技ありのシュート、さあゴールデンウォーズクイックスタートで攻めていきます。アガリエ突っ込んでいく元キーダが、ここは得点です。今ディフェンダー2人対応していたんですけれども、カットイン見事に抜いてきました。アガリエの得点、そして向こう足だ、そしてアガリエ言うと、アガリエ、アガリエ決めた。この今のカットインの入り方ですね。そうですね、そういう判断しちゃいけないってことですね。やはりレフェリーのジャッジは絶対ですので、はい、さあパシ君の手も上がっている、上がりゆうと、上がりゆう決めた。いやすごいですね。もう何度って言ったらいいんでしょうか、体をひねるようにしてしまいましたね。17対17、両チームともにこの後半持ち味を出しています。上がりゆう、ナイス、ここも上がりゆうの得点です。日本代表キャプテン、このシュートです。そのかなりその高いディフェンダーの腕の上から打っていきました。対空時間ありますね。そうですね、縦で突っ込んでって、アガリエ、これは大きな2点差、いいですね。日本代表キャプテン、アガリエ決める。落ち着いてましたね、今。これで32対30、このパスカットで成功する、アガリエだ。さあ1対1、ここもしっかりと決める。最後は着地も決めた。まあ、4回までということで、パッションプレーが成立します。そしてこのシュートはマリエ決めています。ナイスプレーです。マッシャバーリでしょうか、この斜めのシュートしっかりと決めます、マリエです。台を目かけています、東京のアリーナ立川たつきです。